はい、どうも矢沢です。今回は慶太郎くんからロート JPEG の使い分けをどうしていますかという質問を受けたので、それについてお話ししていきたいと思います。最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。はい、慶太郎です。はい、おじさんがおじさんに教えるシリーズシリーズになりましたね。なってるのか分かんないですけど、まだ認めてないんですけど、なんか安定してきてる気がしますけどまあよく思うんですけど、おじさんが若い女の子に教えるっていうのは結構いろんなジャンルであるんですけど、はい、やりたいですね。いや、俺やりたくないんですけど。そうですか。いや、たまになんかコメント欄でもそういうのどうですかっていうの来るんですけど、おじさんが若い女の子に何か教えるっていう構図ってさ、なんか全部上から目線に見えちゃうし、で優しく教えたら教えたで今度鼻の下伸ばしてるように見えちゃうそうね、その教えてるおじさんが楽しいだけじゃんっていう絵面に見えちゃうんですよ。そうですね、それはきっとそうだな。だからなんかね、あんまり自分はね、それに対して乗り気じゃないんですけど、まあ、こういうおじさんがおじさんに教えるというところはね、うち視聴者層がさ、大体もうおじさんの巣窟なんで金と時間だけあるおじさんたちしか見てないんで、富裕層まあそういった点ではね、慶太郎君に親近感を覚える人もいるんじゃないかと思いますんで、まあこうやって続けていきたいと思いますけどもね。で今日は質問なんですけど、ロート JPEG の使い分け、そうですね、はいはい、どうやって使い分けると、まあせっかく2つありますんでね、なんかそれぞれ多分特徴があって、でそれの特徴に合った使い分けっていうのができるんだろうと思ってます。まあ自分なりのことはあるんですが、やっぱりここは一つまずはプロのやり方を聞いてみたいな。なるほどね、でもね、我々、まあ、特に写真家さんは別ですよ。よく写真家と職業カメラマン何が違うかというところをまず説明しなきゃいけないんだけどさ、まあ、サブチャンネルでちゃんとやってますけど、この間ありましたね。そうそうそう、はい、まあ、写真家さんは自分の、いわゆる作家性をね、そこに押し込んでいく世界観を自分の写真として反映していくっていうところがあるんで、まあ、機材だって何だっていいと思うし、まあ、ローで撮ろうが JPEG で撮ろうが、フィルムだろうがチェキだろうが、何でもいいとは思うんですけど、まあ、我々受注して、ね、クライアントさんがいる職業カメラマンとしては、もうクライアントさんがローで撮れって言えばローで撮るし、JPEG でいいよって言ったら JPEG 出しっていうさ、そんなそれぞれの指定が来るんですか？指定は来ますね。あ、そうなんだ。で一応自分は聞くようにしてます。でまあ、その上でね、なんていうかな、ローで撮っといた方が無難かなっていう自己判断をすることはあるけど、あとでさ、JPEG だけ自己判断で JPEG だけでしか撮らなくて、あとで、ローないですかっていうのは最悪それダメです。それダメじゃん。怖い怖い、ね、うん、だから、まあ、一応確認して、JPEG だけでもいいですよって言われていたとしても、一応ローで撮って差し支えがない現場であればローで押さえて、両方で押さえておくっていうことはやりますけど、はい、じゃあどういう時に差し支えがあるかっていうと、要は即時性重視の仕事、まあ、私の場合は典型的なのはファッションショーですけど、はい、そういった時にはもうその場で転送して、その場ですぐ記事がアップされるんで、そこで一応ローで撮っておこうなんて言ったら、転送にものすごくスピードがかかるし、もう編集者のパソコンに転送してるわけですけど、編集者のパソコンなんであっという間にパンパンになっちゃうんで、何やってくれてんですかってなっちゃうわけですいらないですよって話になっちゃうんで、まあ、そういうは自分の場合はそういうスピード重視、もうそういうこと転送速度まで気にしなきゃいけないような現場はもう軽いデータの JPEG っていうところが、まあ、メインですね。で自分なんか特殊なのか分かんないですけど、人によっては驚くかもしれないですけど、私25年この仕事やってますけど、クライアントからローで撮ってくれって言われたのは、まあ、2社だけ、でそのうち現像までやってくれって言われたのは1社だけ、ですね。ほとんどはないですよ。そういうもんなんですかね。いや、人それぞれ、やっぱりそれは広告の案件とか、あと雑誌とかでも表紙とか関東グラビアとか、そうやって色にこだわらなきゃいけないというかな、紙質がよくって、それが一つ大きな売りになっているものっていうのは、まあ当然ローで撮ってっていうところが、まあ原則ですけど、まあその後の現像とかレタッチっていうのは分業になる場合もあるし、カメラマンが全部やる場合もあるし、それはもうケースバイケースですよ。なるほど、今聞いて思ったんですが、そうするとじゃあすぐ使うデータ、今もすぐホームページに載るとか、多分新聞とかもきっとそうですよね。ですよ、だって夜中にあったオリンピックはもう朝新聞で配られるんだからのんびりレタッチなんかしてないでしょうし、そういう時はじゃあきっと JPEG ですね。まあ、報道系の人ってほぼ JPEG ですよ。
そうか。ただまあ自分の場合は、うん、まあ、最近ロゴで撮ってくれって言われて2社のうちの1社なんですけど、うん、まあ、インタビュー撮影だよね、はい、最近アイドルさんのインタビュー撮影とかっていうのをよくやらせてもらっていて、うん、まあ、そのアイドルさんもピンキリなんだけどさ、うん、まあ、ありがたいことに、まあ、割とメジャーな方をやらせていただいてるんで、はい、まあ、ロゴで撮っといてくださいって言われて、うん、でまあ、自分はセレクトまでしますけど、はい、そこから先 の、 レあの現像とかレタッチに関しては先方に任せているっていう感じかな。うん、でもレタッチ1回やったっていう、あ、それはね、ライブ写真でしたね。まあ、レタッチでもないか、現像ぐらい。でもそれってあれですよね、うん、そういうこと言われるってことは一応できないといけないですね、カメラマンさんがね、うん、まあ、ある程度ね、そこの辺のスキルってどこまで必要なのかなって微妙なんだけどさ、うん、自分が始めたフィルム時代の頃なんていうのはさ、うん、もうフィルムそのままポンと渡して納品で終わりだからね。あ、まあ、フィルムに例えば時間とかさ、うん、そういうホワイトバランス変わってくるんで、はい、それを現像するとき本当に現像だよね、うん、現像するときにいろいろ工夫するのに、うん、日差しのデータだけくれと、イグジフデータがないわけだからさ、あ、そうですねそうそう、全部手書きなんだよこれ。いつの時間で天気がどうだったかっていうの全部メモっといてって言われるのよ。それでこのフィルムは、いつサーキットで何時頃撮ったやつで日差しがどんな感じみたいなさ、ものすごい穴なんですよ。じゃあシャッタースピードとかも残すの？いや、そこまでは残してない。要は現像するときに必要なデータだけだから。そういうことですね。そうそういうアナログなことで。すごいな、その豆さも必要ですね。そうそう、豆さ。でもさ、バタバタしてるじゃん、サーキットなんて。もうとてもじゃないけどね、やっぱりね、残しておけないのよ。そうですよね。もう絶対無理だな。まだ慣れてなかったしさ、なおさらさ。うん、そういうこともありましたけどね。だからデジタルになってそういう点ではイグジフデータが残ってるんで、うん、20年前に撮った写真だってさ、うん、全部何月何日の何時に撮ってみたいなさ、全部残ってるわけじゃん、うん、まあ、自分はその当時の経験をしてるので、うん、もう天国みたいな話なんだけど。そうですよね。でも一方でメモリーカードも自分で用意しなくちゃいけなくなっちゃってるわけだから、はいはい、前はフィルムを管材費として編集部から預かるっていう形で撮って納品してるから、うん、自分で用意してるわけじゃないわけだ、はい、それが全部メモリーカード自分に用意しなきゃいけませんになって、うん、さらにもうパソコンで取り込んでセレクトもこっちがしなきゃいけません、うん、場合によっては現像までこっちがしなきゃいけませんになってきて、うん、まあ、それで採算が合えばいいんですけど、うん、合わない場合も結構あるんで、うん、レタッチなんか特にそうですよね。そうね、うん、終わりがないんで、うん、カメラ版がやる部分が増えたってことですね。増えたと思う。なるほど。で、撮影枚数もフィルム時代に比べて格段に増えてるじゃん。そうですよね、うん、36枚なんてね。そう、うん、だから昔なんか36枚撮りのやつをさ、うん、あのフィルム現像したやつをさ、うん、あのマネージャーさんが事務所に来て、うん、それをチェックするっていう流れだったのよ、うん、だからカメラマンって納品して終わりだったんだけど、うん、今はそこじゃないからね。うん、なるほど。じゃあそうすると今の聞いた話だと、うん、即時性、すぐ使いたい写真と、うん、後から調整したいところで使い分けがちょっと一つありますね。そうだ、まあ、基本的にはクライアントに行こうっていうことにはなるんだけども、はい、まあ、あとは自分が自発的にそのさっき言ったみたいにさ、うん、本当に転送まで気をつかなきゃいけないような即時性は別ですけど、うんうん、まあ、そんなに急がない、うん、JPEG だけでいいよって言われているけどそんなに急がない案件に関しては、うん、一応ローで抑えるっていうことはある。なるほど、うん、やっぱりその実際にねそのローデータを使って何か画像をね何とかするっていうことは救っていくってことはないんだけど、うん、記者会見なんか特にそうなんですけど、はい、あのとんでもないミックスこの中でやられる時あるわけですよ、うん、いわゆるそのテレビでよく見るさ、うん、お膳立てされた記者会見じゃなくって、うん、あの舞台のゲネプロとかさ、ああいう時って会場があるじゃない、はい、ステージがあって会場があってその時でどういう状況かっていうと、うん、ゲネプロっていうのはさ、まあ、いわゆるその本番直前 の、うん、あの公開リハーサルみたいな感じで、はい、関係者とマスコミだけしか入ってないんだけど、うん、でそのゲネプロが終わった次の時間帯に本当にあのお客様を入れるんですよ、うん、だから、まあ、メイクも全部してるし、うん、音響から照明から全て全部本番さながらになってるわけだけれども、はい、そういう状況なのであの舞台の上で記者会見やってくれたらありがたいわけですよ、うん、ありがたいんだけど照明だってちゃんと潤沢にあるわけだけど、うん、それはできないんでロビーとかでやるんだよね。そうすると会場によってはこっちから自然光来てるし、うん、こっちからタングステンのオレンジの光が来てるし、うん、でもストロボ焚かなきゃいけないしみたいなさ、もうぐっちゃぐちゃになっちゃうわけよ。
でそれを全てすっ飛ばすぐらいのストロボをバシンと当てちゃうと、うん、今度は後ろに影がガキンと残っちゃって、うん、夜の絵みたいになっちゃうわけさ、うん、だからそういう、まあ、非常に光の具合が難しい時なんかはやっぱりロゴで念のために押さえておくとか、うん、あとはあれですね、非常に暗いところ、うん、これ以上上げるとなノイズ乗りまくるなっていう時は念のために押さえるようなことはあるけど、うん、実際にじゃあそれでローデータを持ち出してきて、うん、現像してそれで救う必要があるかというとそうでもなくて、うん、でなんでそうでもないかっていうと自分の場合 Z9 使ってるでしょ、うん、でレンズも、まあ、いいレンズ使わせてもらってるんで、うん、そうなったけどね、やっぱねダイナミックレンジが広いわけですよ、はい、で会長が広いっていうことはやっぱそれだけレタッチ体制とか現像の体制っていうかな、うん、っていうところもあの強いので、うん、でこれが昔俺 APS-C のカメラで撮ってさ、うん、でライブ写真なんか撮ったこともあるんですけど、うん、そうすると明るさちょっと持ち上げただけで、うん、あの水彩画みたいに色がみんな力なく薄くなっちゃうんで、ね、でそれもあるのよね。だからこれだとダメだなって思ったのが、うん、そういうところで差が出てくるんで、うん、まあ、私がよくあのハイエンドなカメラを勧めるのはこういったレタッチとか現像のね事情とかもあったりするんで、そういうことはありますよ、うん、そうか。そうするとですね、自分がの今の使い分けですけど、はい、使い分けというか歴史、歴史3年の歴史3年の歴史だと、まず最初は JPEG オンリー、はいはい、ローなんてものがあるっていうのは知らなかったんですけど、うん、ローなんか書いてあるけどなんだろう、うん、そこからちょっと知識を得るとローばっかり、うんうん、っていうな風になったんですけど、ローばっかりで撮ってた時に困ったことがあって、友達とあの山行って、で帰りの電車の中とかで、そこで写真もみんなで見たいねってビール飲みながらやってるんですけど、そこであのスマホとつないで転送しようとしてもローのデータだと遅いんですよね、何しろでっかくて、あこれこんなことやってたじゃダメだな。だからでそうやってすぐ友達と共有したいような時は JPEG で撮ろうというふうになってますね。で、今度は、ポートレート撮るようになって、後からじっくり、ね、写真眺めながらいじりたいななんて思うと、やっぱりじゃあローがいいのかなというふうになって、今はローでも撮る。だからそっか、人にあげる時は JPEG で自分でニマニマする時はローっていう使い方が今なってますけど、ほぼほぼじゃあ話は合ってる感じですかね。そうだね。ただ今聞いて違うのは、うん、あの自分はローだけってことはない、うんうん、絶対あの JPEG オンリーはあるけど、うん、ローだけってことはなくて、ロープラス JPEG、あ、そうですだね、うん、でまあそれもまあちょっとまた仕事モードで恐縮なんだけどさ、うん、いわゆるテザー撮影みたいなさ、はい、いわゆる写真撮ったやつをまあ無線なり有線なりでパソコンに飛ばしてっていうことがやるわけだけど、うん、それはまあバックアップだけじゃなくて、それってその場にいる編集者とかさ、クライアントとかにまあどんな写真が撮れているかって確認をしてもらわなきゃいけない、うん、その時にローで転送してたらめちゃくちゃ時間かかるし、はいはい、さらにはローデータってほら、なんていうのかな、現像前のローデータって色に力がないというかさ、うん、薄い感じの色になってるじゃん、うん、それだと参考にはならないわけですよ、はい、なのである程度ピクチャーコントロール、コントロールとかホワイトバランス合わせてあげた状態で、うん、なるべく現像後に近い状態の JPEG のデータを転送して、うん、でパソコンで確認してもらって、はいはい、でローデータはカメラの方のカードに記録されているっていう、うん、まあ、JPEG も残ってるけどね、うん、そういう風にして転送、確認転送用には JPEG、うん、でまあ一応レタッチ必要かな、現像必要かなっていう時のため用に、まあ、ローでも押さえておくっていう二段構えだね、うんうん、ああなるほど。ああまあ、そのようそこはちょっとあれか考えてなかったし、まあ、どちらが必要かと言われると必要ないですよね。いやないですね。なるほど。でもやっぱり転送っていうことを考えた時は JPEG だし、あとはやっぱり保存だよね、うん、やっぱ自分はもう仕事として割り切っちゃってるけど、うん、多分ローデータで残し続けると相当な容量にはなってくるよね、うん、そうですね。自分もそろそろ買い替え時期ですね、うん、買い替えじゃないや、買い増し時期ですね、うん、だからそうね、何を残すかっていうのもちょっと今悩みですかね。なんか正直ローデータ取っとく必要があるかなっていう気はしますけど、なんかもったいない気もするし、その気持ちもわからんではない、ね、うん、後からまたやり直すと違うかもしれないし、自分なんかまだ経験がないんで、ね、どういうふうにするといいかな。まあハードディスクに余力があるんだったら残しておけばいいしっていう感じだけどね、うん、自分はでも一応残してるかな、
で、まあ、自分自身の事業もあるからさ、うん、それはどういう形でまだ今後必要になるかわからないんで、うん、それは当たり前のように残してるんだけど、うん、クライアント案件になってくると、まあ即日性重視の仕事はそもそも JPEG だけだからさ、はい、まあ、それは迷いはないんだけど、うん、あとは老後で念のために抑えておくのも、もう自分は機械的に残してるケースが多いね。で、うん、ごくごく稀に何年かに1回ぐらい、うん、あの時のデータってありますかって言われる場合があるんだよね、うん、まあ滅多にないんだけどさ、うん、だからまあそう言われる、その付き合いがなんか単発の人ほどそういうこと言ってくるから、うん、レギュラーで受けてる人ってあんまり言わないしさ、うん、でそもそもだってデータ渡してるわけだからさ、はいはい、こっちに言ってくる必要ないわけだから、うん、その時って向こうでデータが何かなくなっちゃったとかさ、消えちゃったとか、そういう何かやらかした時にこっちに来るわけよでもそこまでこっちがケツ持ちなんかできないわけだ、うん、だからさ、まあ、そこに関して言うと一応何ヶ月ぐらい残しておきますけど、あと消しちゃってもいいですかとかっていう確認を、あの書面で残しておく。口頭だと分かんないから、書面で、書面じゃないと絶対、そこまでやる、書面っていうか、まあ、書くわけじゃないけど、うん、要はあのメールなり何なりで、はい、きちんと文字として残しておくってことだね。一体言わないって絶対起こるし、うん、あと半年なんか経ってたら絶対忘れてるんで、うん、それを口頭でやっちゃうと、あの一体言わないになるから、自分はそこは、まあ、明確にしておきますね。なるほど、そうか、そんなとこまで、うん、大事ですよ。あの全部あの外資のセンスがクライアントへぎりますからね、うん、まあ、そんな使い分けかな。あとまああれですね、よく言ってるんですけど、うん、うちでもあのロート JPEG の使い分けってだいぶ前にやったような気もするんだけど、うん、でその時言ったのかホワイトバランスの回で言ったのかよく覚えてないんだけど、うん、ローデータは確かにさ、あの現像する時にいろいろ応用が効くわけですよ、うん、JPEG よりもね、うん、色データが多いわけだから、だからローで撮る時後でなんとかなると思って現場での設定でたらめにしてる人がたまにいるのよ。あ、本職で、うん、本職でもいるよ、びっくりするけど。でそれ大間違いじゃん、うんうん、やっぱりなるべくベストに近い状態で抑えといた方が、うん、まあ当然劣化もね、少ないしさ、そうですね、作業だって楽だしさ、うん、って考えると、あの現場で楽するためにローがあるわけじゃないからねそこは勘違いしないで、なるべくベストな状態で取る、うん、まあ、努力というか工夫をして、はい、その上で何かプラスアルファとか、うん、思いがけずにうまく取れなかった時の保険としてローっていうのはありだと思うんですけどね、うん、それは全然思ってもみなかったな。なるほど、後から何とかするなんていうのがあるんだな。結構いるよ、まあ、自分はだから仕事だからさ、うん、まあ、さっき言ったみたいにミックス工のさ、うん、現場なんかだと保険として、まあ、後で何とかする甘えという部分じゃなくて、現場だとこれ以上どうにもできないなっていう時がやっぱりあるんで、うん、その時はまあ念のために抑えとくかなっていう時はあるけど、うん、まあ、全然こんなあの整った環境なのに設定適当にやっちゃってて、それで後で何とかしようっていう人も結構いるんだよね、うん、それはちょっとあの考え方としていかがなものかなと。そうですね、うん、上達しないしね、まずね、うん、あ、そうですよね、うん、でもやっぱね、撮ってきたら何もしないで写真だけ眺めてニマニマしてる方が楽しいですけどね、うん、まあ目指すところはそこだと思うんですよ、うん、撮って出しで、まあ、ベストな写真が撮れてるっていうところを目指してるんで、うん、自分なんかやっぱそこが実力だと思ってますからね。そうですよね、うんうん、まあどうしようもないのとかはあるでしょうけど、あるある、うん、それはそれとして、うん、最初からそれを考えちゃうね、うん、それは確かに3年目の俺でも上達しねえだろうなとは思いますよねまあこれはね理屈の話だからね、うん、分かると思うんだけどさ、だからそこはよくローテ取っとけばなんとかっていうことをなんか平気で言う人いるけど、うん、それは大間違いだと俺は思ってるんでね、うん、そうですね、それは俺もそう思いますね。あと補足をしておくと、さっき言った話に若干重複するかもしれないですけど、はい、うん、あのごくごく稀にプロはみんなローテ取ってると思ってる人もいるんだよね、うん、あ、でまあ、今いろいろ YouTube でさ、うん、発信されてる本職の方がいて、うん、人それぞれのフィールドで話をするからさ、うん、まあ、ポジショントークになっちゃうのはしょうがないとは思うんですけど、うん、あの自分はこういう被写体を撮っていて、こういう時にはローで撮ってますっていうちゃんと前置きがあればいいんだけど、うん、なんかその人がもう自分はもう常にローで撮ってるんですよっていうと、うん、イコールプロはみんなローで撮ってるっていうふうに勘違いする人がいるんだよね、うん、だからそこはまず大間違いなんですよ。情報が足りてないっていうかさ、うん、そうですよね、うん、で、まあ、さっきも言った写真家とさ、うん、あのカメラマンによってもまた変わってくるし、う
だから写真家さんなんでほとんどやっぱりローで撮る人が多いんじゃないかなっていう想像はしてますけど、うん、あとで直せるじゃなくていろいろできるようにね、そうそう、できるようにしてる自分だったらそうすると思うんですよ、まあ、操作稼働してないですけど、うん、まあ、もしやり始めるとしたらやっぱローで撮るだろうしと思うけど、うん、まあ、それはやっぱりそのフィールドですよね、まあ、報道でね、うん、さっき言った新聞社の人とかさ、あとは電車が必要な人とかさ、うん、っていう人でローで撮っておく必要もあんまりないんでね、多分そこってあれですかね、カメラマン、写真家とかカメラマンって言われた時にどういう人を想像するかで結構違うかもしれないですね。自分今言われたみたいにパッと思い浮かんだのはその新聞のオリンピックの写真撮るような人、その人はもう撮ったらすぐ地球の裏側の日本の新聞社に届けて、で翌朝には全国に配るわけですから、それはそんなことはできねえ、してらんないし、自分はそう思ったからプロカメラマンがみんなローなんてのは全然思い浮かばないですね。まあどういうジャンルに着目してるのか、うん、どういう YouTuber さんなり SNS の発信者のところをよく見てるのかにも変わってくると思うんですけど、うん、世間一般の人でポートレートから入った人なんかは、うん、いわゆるそのアイドルさんの写真とか写真集とかグラビア誌とかそういうところからまあ目につくじゃん、そういうものを見るので、そういった人たちがイコールカメラマンだと思っちゃうんじゃない。なるほど。自分なんかはあれでしたね、まあそもそもカメラ写真っていうものに興味を持ってこの世界に入ってるわけじゃないからさ、普通になんか中学生高校生の時にアイドル雑誌明星とか平凡とかさ今あるんですかね、どうだろうね、でもうプレイボーイとかドキドキして買った世代なわけなんだけどさ、でそういうところに載ってるアイドルの写真っていうのは、うん、ジャンルでいうと写真家さんなんだよね。ああそうなんだ、ね、だから篠山紀信さんとかなんか、うん、当時代表でもトップ行ってたわけじゃん、うん、で今 YouTube やってる野村誠一さんとかさ、うん、もうやっぱり写真家さんだと思うし、ただ渡辺達夫さんは野村さんとも両友っていう感じなんだけど、渡辺達夫さんは自分で自分のことカメラマンで自分は写真家じゃないって言ってるからね、うん、まあ、そういう方もいらっしゃるけど、まあ旗から見ると写真家的な活動されてるよねって思ったりもするし、で不思議なことにね、そういうグラビア誌とかっていうところに行く人たちっていうのは、まあ写真家的な活動をしている人の方に行くよね、うん、なんかすごい綺麗な写真いっぱいだったなって記憶がありしますね、言われると、うん、なんか自分も今でもなんか残ってる、記憶に残ってる写真がやっぱあるよ。そうですね、うん、俺もいくつか浮かびますね、うんうん、だからやっぱりそういう世界観というかな、もちろんその案件として出版社から依頼されて、ああいうのって全部ページいくらで単価なんだけど、ああそうなんですね、そうだから関東1ページ5万とか6万になってくるは1現場で結構な額になってくる、これはその辺はもうトップレベルの話なんだけど、そういう仕事になってきても基本的にはクライアントの意向、事務所の意向というのも全部もんでさ、カメラマン写真家の自由にはならんわけですよ。ただその世界観を反映してくれるカメラマンというか写真家さんとしてあの人がいいんじゃないかっていうふうになっていくわけじゃん、うん、だからまあその時点で作風とかさ、はい、そういったものをまあ評価されてというか、うん、適性なんかを見られてまあ仕事が来るわけだけどもさ、うん、まあ、そういったところで活躍されている方は基本写真家さんだよね、うん、そっか。でも自分やっぱりなんだろう、あれなんですかね、あんまり物知らないのかな、新聞社とか、うん、なんか七五三の写真撮るとか、うん、なんかカメラマンっていうと自分はそっちですね、うん、圧倒的にそっちの方があの数は多いよね、うんうん、まあメディアで仕事してる人はまあちょっとあれだけどさ、これも別の動画で言ってますけど、うん、もう世間のプロカメラマンの大多数は写真家の人だからね。そうですね、あ友達にいるからかもしれない、うん、あそれは大きいんじゃない、うんうん、そっかそっか、でもやっぱりそっちのイメージだな、うんうん、だから自分も同級生で写真館に営んでるのは地元にいますけどね、うん、だからまあ自分はその辺ではまあ全然やっぱり同じカメラという道具を使っていてもやってることはまるで違うんだなっていうのはわりかし早い、だから中学生高校生くらいでそれはなんとなく認識はしてたし、だからそこを意外とね YouTube 始めて不特定多数の人とやり取りしている中でその境界線とかが分かんない、
ごちゃごちゃにしてなんか話してこられる人がいてですね、あのたまに迷惑しています迷惑のレベルであるんだ。そうなんだ。俺写真家じゃねえしそれ言ってるんですけどねっていう、そういう人ってさ大体一元でさ、見てさなんか自分の知識と違うことを言ってるから、そういったところでわーっと言ってくるんだけど、もうちょっと自分のチャンネルよく見てほしいんですけどありますけどね多分ね、よしよしじゃないんですけど、写真家さんはツイッターとか見てもだいたい写真家って名前に入れますね、それはそこでそこはなんか特徴的なのかなって気がする。まあ俺はなんかね、まあ、自分自身が創作活動していないっていうところもあるから写真家ではないんだよね。カメラマン、まあカメラマン、俺はフリーカメラマンっていうふうに確か書いてたと思いますけど、まあそれが自分的にはフィットしてるかなっていう感じですかね。そうですね、写真家、そうね、写真展とかやると写真家って感じですかね。どうなんだろうね。なんかそれもそれもまた固定したあれですかね。まあカメラマン的な動きをしている人でもやっぱ写真展やってる人、まあ、創作活動を並行してやってる人いるからさ、であと報道写真とかだって依頼をされて現場に行ってる場合もあれば、自分で独自に動いてそれでスクープ取って提供してる場合もあったりするわけですよ。で例えば震災とかあったりとかさ、そういったところもその震災復興の、様子、あの経過を随時写真に収めていったりとか、あとは何周年記念のいわゆるなんていうかセレモニーじゃないけどさ、そういう復興セレモニーみたいなのを抑えに行って、別に言われてないけど自分自身で自発的に行って、だからその究極が戦場カメラマンだよね。 あれって別に依頼されて行ってるわけじゃなくって、自発的に行ってそこで抑えた写真を出版社に、これどうですかね、買ってもらえませんかねっていう形なのよ。そうなんだ。すごい。俺のサーキットの写真もそうだよ。あれは媒体に、もちろん媒体の名前はいるんだけど、基本的に権利は全部俺に来るのよ。だから自分がサーキットで撮った写真っていうのは、自分の意思で二次使用できるんだよ、だからそういう形だから全部一件いくらで受けてる仕事ばっかりじゃなくって、そうやって自分で動いて財を集めて、それを出版社に後から売るっていうことをやってる人もいる。へえ、あ、そうなんだ。それ自分商売ちょっとドキドキしちゃって無理かな。無理だし、相当ですねそれ。それはもうあれですよ、あのカツオの一本釣りみたいなもんでさ。本当そうですねそんなことはできないな。スクープカメラマンは結構多い。もちろん最初から出版社からさ依頼されてさ、芸能人の誰々追っかけて、ちょっとなんかありそうだからスクープ取ってこいよって言って飛ばされる場合もあれば、自発的にもう大物狙ってさ、それをずっと張ってるような人もいるしさ。いやすげえ、いろいろですね。まあ、いわゆるパパラッチですよだそれがまだ芸能人なんてまだ可愛い方でさ、政治絡みとかさ裏社会とかさ、そうなってくると今度命に遭われますからね怖い怖いいや本当に言われるのよ、あのお前しばらく耳隠しとけって言われるたやついるから。本当ですか。いるから。なんだ、俺は絶対そんな仕事はしないでそういう仕事をしてる人たちともあまり関わりだってないからねそうね、関わるだけで何かありそうです。ただお金にはなるよ、あのスクープ取った場合はね。まあね、かなり命がけだし、あとは自分はせっかちだからさ、張り込みとか絶対やりたくないからさ、そうですねそうそうそう、でも今聞いただけでもね、カメラマン、写真家、写真を職業にしてる人の幅も広いですよね。広いと思うよ、本当に様々。それをね、一つの話にまとめやったのがそもそも無理ですよね。無理無理無理。そっちですよね。だから俺わりかし意識して自分はどういうスタンスで写真を撮っているのかっていうフィールドだよね、自分の身を置いている部分を話した上で、さらにその中でこういう時にはこうやってますっていうように説明を、前置きをね、するようには心がけているんで、あんまり最初の頃はね結構誤解して、なんか写真家目線でさ俺のこと勝手に見といてさ、それで批判してくるような人もいたけどさ、まあだいぶそれを定着させたんで、あんまりそういう齟齬っていうところはなくなってきてますけどね。なんかだいぶロートジェイペグの話からカメラマンの話になっちゃいましたけど、いやでも面白くいいな、だから結局はなんかあるじゃないですか、プロカメラマンはこうみたいなとこから、いやそこは話が広すぎてっていう。そうそう、だからたまにそういう発信しちゃう人がいるんだよね、プロはみんなこうやってるみたいなことをプロの人が言っちゃうから、それはあなたのフィールドはそうかもしれないけど、そうじゃない人はたくさんいるよっていうことをさ、私は随時布教してるわけですけど
まあ、今回はそんな感じでロート JPEG の使い分けからね、まあ、話がだいぶ波及というか広がりましたけれども、うん、はい、まあ、そんな感じでお話をさせていただきましたけれども、で今回のこの動画ですね、はい、年内だと慶太郎くんこれが最後かな。あ、そうですね、はい、うちのチャンネル的にはまだちょっと残してますけれども、慶太郎くんの出番は今回が最後なので、なんかしれっとなんか準レギュラーぐらいになってますけどね、うん、そうですね、はい、彗星のごとく現れて、かっこつけすぎじゃないですか。まあ皆さんのお目汚し、うん、まあ、そんな感じのやつになっちゃいましたけど、はい、今年はありがとうございました、はい、皆さん見ていただけるおかげでこんなことして楽しみやらせていただいてます。来年もまたシリーズ化していくと思いますのでどうぞよろしくお願いします。はい、YouTube チャンネルもね、はい、なんか始めてらっしゃいましたね。あと最近勘違いしちゃって自分も始めちゃいました。もうおじさんがただ好きなものを撮って好きなこと言ってるっていうほのぼの系ですかね、あれはね。ほのぼの系なんだ。ほのぼの系カメラ YouTube 目指してやってますので、そちらもぜひよろしくお願いします。でうちのチャンネルの方もですね、引き続きチャンネル登録継続と、あとは新規でねたまたまご覧いただいた方は、うん、まあ、他にもいろんな動画もう500本以上載ってますので、はい、見ていただければ、それで登録していただければ嬉しいですし、まあ、この動画ね高評価つけていただけるとなおさら嬉しいというのと、うん、あとツイッターインスタの方もやっておりますので概要欄からリンク貼ってありますのでそちらを見ていただきたいのと、はい、まあ、サブチャンネルの方ではもうちょっとね広い目線でお話ししているので、うん、そちらの方も見ていただけると大変嬉しいです。そんな感じで以上矢野でした。慶太郎でした。